ハロー YouTube。 はいどうも、おもちゃシャロです。今回はですね、昨日発売されたばかりのこのフォルツァホライゾン5ね、こちらをですね、ゲームパス、そして、クラウドゲーミングを使ってですね、Android スマートフォン、これシャオミのラドミノート9Sとかいうやつなんですけど、このクラウドゲーミング、これでフォルツァホライゾンやったらどうなるかっていうのをやってみたいと思います。昨日発売されたばかりのねこのゲームが、ゲームパスに入っていることも驚きなんですが、さらにクラウドゲーミングもできるというね、めちゃめちゃ太っ腹な、フォルツァホライゾン5って感じがしますね。というわけで早速やってみたいと思います。これ Android の場合は、プレイストアでこのゲームパスね、 Xbox ゲームパスっていうアプリを、インストールして、そこからいきなり起動できるっていう感じですね。まあゲームパスね、加入する必要はあるんですが、まあ初月100円ということでね、まあお試し程度にやってみるっていうのもかなりねいいんじゃないでしょうか。100本以上のねゲーム、他にもいっぱいあるゲームね、できますんでね、かなり価値のあるものだと思います。プレイストア見るとなんか2つあって、でこっちの白い方はなんかベータって書いてあったんですけど、なんか両方試したら普通にどっちもできるんだけど、なんかどっちかというとやっぱこっちの方が安定版っぽいですね。新しいのはこっちで、なんか安定してた感じがしたんで、僕はこっちの青い方でやります。まあこれ起動すると、ゲームパスログインすると、まあこういう感じで自分のアカウントに入ってですね、でまあそっからですね、このフォルツァホライゾン選んでいきます。あ、こんな感じでね、こんな感じで始まります。いきなりお、なんかいきなりゲーム画面来ましたね。おお、結構綺麗じゃないですか、もうこの時点で。結構綺麗ですよ、この時点でね。はい、でこれでゲーム遊ぶのに、結局コントローラーがいるんですけど、まあデュアルショック、あと Xbox とかね、まあ他にもね Bluetooth で、スマホにつなげれるコントローラーであれば対応してるっぽいですね。デュアルショックも試したんですが、まあ僕のねこのシャオミ自体が多分結構 Bluetooth の反応が遅いっていうのもあって、比べるとねシリーズ X コントローラーの方が遅延が少なかったんで、こっちにしてみました。まあ多分ねこのスマホの Bluetooth とか、まああと Wi-Fi の性能ね、このスマホの Wi-Fi 性能っていうのも結構大事そうだし、あとやっぱ Bluetooth の反応速度っていうのもやっぱスマホにも関係あるんで、結構ねこの僕が今使ってる Xiaomi の、無線がねなんかあんま良くないんですよね、どっちも。Wi-Fi もね Bluetooth もね、なんかこの Xiaomi っていうのはなんかどっちもねちょっと反応が鈍い感じがあるんで、かなり過酷な条件でクラウドゲーミングやる感じになります。はい、では早速やってみたいと思います。読み込んでますね。お、普通に読み込みが始まった。この時点ではかなり綺麗ですね。お、読み込みが始まりましたね。昨日ゲットした86。お、なんかネットワーク、サーバーがなんかちょっとあれかな、重いのかな。もうこの時点ではね、あ、ちょっと読み込みがありますが。ちょっとね、Wi-Fi がちょっとこのね、弱いんですよ。どうしてもこのシャオミ自体が。さあ、86。あ、普通に始まるけど、なんか読み込みがね、読み込みがなんかちょっときついな。いけるかな。こういう時になんか視点移動の時になんか入りますね、バッファリングみたいな。ただその間もレスポンスはいいんですよ、このアクセル踏んだ時とのレスポンス。これは多分ね、その反応性重視というかの多分チューニングだと思うんですけどね。画面っていうか画質が乱れることはあっても、こっ
この反応速度、レスポンスは犠牲になってない感じ、これはすごいな。コントローラーで操作してる感覚としてはあまり違和感ないですね。さあ一回家に戻ってきて、こういう写真撮影とかね、こうなんか眺めたりカスタマイズとかね、そういう時にはこれいいんじゃないですかね。乗り込んでとか、こういう時はね、全然違和感なくできますからね。こういうチューニングとかね、するのには、寝転がってね、やったり、ベッドの上でこうチューニング作ったり、まあ、リバリーをこうやって作ったりして、これクラウドで同期されるんで、データも。走るのはまあパソコンとかね、Xbox とかでやって、まあ、こういうカスタマイズをね、寝っ転がってやるとか、そういう使い道、使い分けとかもいいかもしれないですね。はい、じゃあドリフトやっていきたいと思います。多少ね、乱れたりはするけど、レスポンスがね、そんなに犠牲になってないんで、多少でもカクッとくるときがありますね。おそらくでもこれは、僕のね、このシャオミ自体がね、割と YouTube とかでも安定してないんで、その Wi-Fi がね、速度ピークは出るんですけど、結構安定感がないんですよね。不安定感があるんですよね、無線の性能というのがね。 Wi-Fi あと Bluetooth もなんだけど、なんか安定感がね、この端末自体がないんですよ。なんかこれ多分もっと安定しているものであれば、安定しているデバイスであれば多分もっと快適だと思いますよ。実際 iPhone でやった時はもっと良かったんでね、デバイスの相性とかは結構あるかもしれない。まあでもこれがね、スマホでできるっていうのはすごいですね。やっぱり Wi-Fi がもうちょっと強い、まあ家とかね、強い端末であれば、これはもうほぼ違和感ないですね。多少こうね、なんかリフレッシュが入る感じはある。ただね、気持ちいい操作感は普通に犠牲になってない感じはあります。普通にサイド引いてシフトアップしてみたいなね、こうこういう感じできちゃいますね。すごい。はい、というわけで今回はですね、この昨日発売されたばかりの超大作フォルツァホライゾン5を、このクラウドゲーミングを使ってですね、この低スペアンドロイド端末でやってみましたって感じでやってきましたが、これドローン飛ばしてもね、全然乱れない。普通にドローンモード使えるっていうのもすごいんじゃないですかね、これね。こちらのクラウドゲーミングね、今だとゲームパスに普通についてくる機能なので、最初のね、初めて契約する人は多分最初の月100円からとかなんで、ぜひね、フォルツァホライゾンとか、まあ、他にも100本ぐらいのゲーム遊べる中で、ゲーム機とか、パソコン、ゲーミングパソコン持ってないよとかいう方ね、これはね、ぜひ試してみる価値はあると思います。ぜひ試してもらいたいですね。またね、生放送とかで参加型とかもやっていくので、ぜひ皆さんチャンネル登録、そして Twitter のフォローなどなどよろしくお願いします。というわけで以上、おもてなし太郎でした。またねー。Between us, yeah, I'm gonna be there for you.